全米国際姉妹都市協会は145カ国と2000以上の姉妹提携を結ぶ全米500以上の州、軍、市および一部他国の地方自治体が会員として組織した非営利公益法人アメリカ合衆国国務省の指定管理者制度団体1956年にアメリカ大統領ドワイト・ D ・アイゼンハーにより設立目的は 米国の地方公共団体が世界の都市と姉妹都市協定することを奨励、援助し世界規模の交流を促進すること。1956年に創設後、歴代アメリカ大統領が名誉会長に就任。国際本部はワシントン DC。米国の姉妹都市制度は1956年9月11日に第34代アメリカ大統領。 ドワイト・ D ・アイゼンハワーが市民外交イニシアチブのピープルトゥ e ピープルを提案したことで開始。設立当初は全米都市連盟の一環プログラムとして開始したが、本制度の成長と知名度上昇のため1967年に非営利法人として独立。SCI は米国を管轄する公式団体として各国の地域社会と共に姉妹都市、地方公共団体、 大ブラス地、都道府県、州、省、軍、地域、市町村を承認、登録し、統合。米国の三ノ瀬市長、商務長官、運輸長官を歴任したノーマン・ミネタ氏は、日系アメリカ人として、初めて東京会の理事を務める。2017年にバージニアビーチで開催された、東京会の年次総会にて、俳優、プロデューサーの小山田誠が、日本人として、 初めて理事に就任。日系人としては、ノーマン・ミネタ元運輸長官、商務長官に次ぐ二人目。理事就任後、小山田は理事、ヤングプロフェッショナル県次世代商委員会会長及び東アジア圏日本代表に選定。2018年22月に日米間の姉妹都市交流事業を支援するため、国際寄付機構と団体提携。 2019年3月テキサス州サンアントニオにて、日本、テキサス州の経済、文化友好交流を深めるため、全米国際姉妹都市協会、国際寄付機構共催イベント、日本、テキサスリーダーシップシンポジウムが開催。主催都市は、サンアントニオ。カレン・ペンス米国副大統領夫人、テキサス州、ストム長官、ベア軍裁判官、サンアントニオ市長。 小山田誠、日本の中小企業、大企業代表及び幹部、テキサス州の大学の教授、学生等、日米関係者250名以上が参加。2020年6月、理事の小山田誠が東京海外に設立後初めての日本委員会を創設し、初代委員長に就任。ミッション、一人ずつ、地域ごと、相互尊重、理解、協力を通じて、 平和を推進すること。目的1956年、ドワイト・ D ・アイゼンハワー大統領第34代、アメリカ大統領ドワイト・ D ・アイゼンハワーは、世界各国の市民同士で絆を作り上げることによって、平和と繁栄のハブとなる団体を作ることを心に描いていました。これらの関係を作ることにより、アイゼンハワー大統領は、異文化の人々たちが、相互の違いを褒めたたえ、 感謝し、新たな争いのきっかけを減らせるような関係づくりを説きました。1956年にアイゼンハワー大統領が市民外交イニシアチブのピープルトゥーピープルを提案したことで開始。設立当初は全米都市連盟の一環プログラムとして開始したが、本制度の成長と知名度上昇のため1967年に非営利法人として独立。 第二次世界大戦後、荒廃したヨーロッパを市民の力で復興することを目標に、都市間の提携が結ばれるようになった。1953年に就任したアイゼンハワー米大統領は、市民と市民の関係による市民外交の重要性を喚起し、1956年11月11日に、People to People プログラムを発表。 国際的な姉妹都市提携を提唱した。People to People プログラムによって部門ごとに42の People to People 委員会が設立された。People to People 委員会の中の市民委員会の事業として、米国と国外との姉妹都市提携は進み、1956年時点で40件であった姉妹都市は、1967年には58カ国350件までに増加した。 1967年、東京会が発足した。東京会は、文化、教育、情報、貿易をもとに関係づくりを作り、市民外交の people to people を通じて、繁栄と平和を提供できる、生涯の友人を構築。アイゼンハワーの people to people プログラムは、冷戦構造の雪解けの中での米ソの融和を模索したものとされる。 実際に米国とソ連の間で最初に結ばれた姉妹都市提携は1973年、シアトルとタシケントの間に結ばれたものとなる。1974年の調査によりますと、第二次世界大戦後の援助事業として、西ヨーロッパとの姉妹都市関係が形成される。設立後、歴代アメリカ大統領のドワイト・デ D ・アイゼンハワー、ジョン・カイ・ケネリ、リンドン・ジョンソン、リチャード・ニクソン、 ジェラルド・アル・フォード、ジミー・カーター、ロナルド・レーガン、ジョージ・ H.W. ブッシュ、ビル・クリントン、ジョージ・ W. ブッシュ、バラク・オバマが東京会の名誉会長として就任。発足以来、東京会は重要な国際関係の強化と再生するため重要な役割を果たしている。第二次世界大戦後、文化と教育交流を通じて、普遍の友情を構築するため、 ワシントン州シアトルと東京間で貿易関係を開始。持続する関係は文化的または教育的理由をもとに普遍の友情が築き上げられました。東京会は1970年代に中国との関係構築を含めて過去50年以上かけて外交関係を改善してきている。21世紀に入りアメリカ同時多発テロ事件やイラク戦争などの 状況を受ける形で、東京会は、イスラム平和友好イニシアチブや、国務省の財政支援を受けた、平和のためのアメリカイラク国際パートナーズ事業を、進め、それまで手薄であったイスラム圏の都市との対話交流と、相互理解を促している。21世紀には、東京会は、世界の振興地域へ拡大し続ける。今日は、文化や、教育交流、経済交流や、 人道支援の重要な機会を中心に取り組んでいる。2017年3月16日、ワシントン DC にて、全米国際姉妹都市協会会議で、アメリカ合衆国副大統領夫人による名誉副会長就任挨拶 SCI の主要機関は以下の9つの主要機関を設けている。総会は全加盟地方自治体で構成されている。毎年7月に、 選ばれた全米の都市にて、年次総会を数日間にわたり開催される。姉妹都市提携を結ぶ、全米都市の市長や、軍の関係者、米国国務省や、関係省庁、特命全権大使、中米大使館関係者、ビジネスや、ユースリーダー、関連非営利団体や、企業などが参加。2016年に開催された60周年総会には、 首都ワシントン DC で開催され、1500名以上の関係者が集結。開催都市の決定は、開催年の2年前に立候補する米国都市の代表者たちがプレゼンテーションを行い、東京会の理事により決定される。2017年はバージニア州バージニアビーチで開催。2018年はコロラド州オーロラ。2019年はテキサス州ヒューストンに決定している。 理事の選任方法は、年次総会で投票権を持つ、全米地方自治体会員により全米選挙で7名の理事候補者が選ばれる。各地方自治体会員の投票権数は、各会員の姉妹都市定係数と比例。例えば、三ノ瀬市の姉妹都市定係数は8件なので、投票権数は8。理事会は、27名の政治家や、グローバルリーダーなどの理事で構成。 任期は3年間。理事のうちから理事会において以下を選定。任期はそれぞれ2年間。常任委員会地域、国代表は該当国、地域及び姉妹都市協会に熟練していて、該当国、地域にて技能とネットワークを活用して、東京会を代表できる著名人または極めて優秀なボランティアを選任。例、ロシア代表、イギリス代表。 東アジア県日本代表など、名誉理事会の名誉理事は、任期満了後の理事が選任される。事務局のトップは、理事長兼最高経営責任者で、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、本会の業務を勝利する。文化交流は、都市間の個人レベルで起こる。SCI は、その支援と資金提供することにより、これらの交流を促進。 音楽演奏、展覧会、平和公演または、菜園の建築、国際文化フェスティバルや、教師交換などの様々な方法で交流を実施。姉妹都市文化事業の実例は、ワシントン DC と東京市間の姉妹都市交流を、たたえ、毎年首都ワシントン DC で開催される、全米桜祭りなど。国別に、米国と一番多く姉妹都市提携を結んでいる。 国日本メキシコ中国ドイツフランス地域別に、米国と一番多く姉妹都市提携を結んでいる。地域東アジア西ヨーロッパ、北米南ヨーロッパ中央アジア南米州別に、米国内で一番多く姉妹都市提携を結んでいる。州カリフォルニア州フロリダ州テキサス州イリノイ州、オハイオ州、リバーサイド市の姉妹都市サインアイゼンハワー、米国大統領が、 ピープルとピープルプログラムを発表して国際都市提携を提唱するのに先立つもので米国にとってもアジアの都市との初の姉妹都市提携日米間の姉妹都市提携の数は他国と比べて最高の177都市初期の姉妹都市縁組の大半はアメリカ合衆国の都市との間に結ばれる日米間で提携された最初の3都市長崎とセントポール市日本史上最初の 姉妹都市提携仙台市と、米国カリフォルニア州、リバーサイド市岡山市と、米国カリフォルニア州3の是枝第34代、アメリカ合衆国大統領以降、歴代アメリカ大統領が名誉会長に就任。ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領の、ピープルトゥ e ピープル提案ビデオ。ありがとうございます。